エネルギーナビゲーターを畑春美がお送りする今週のオラクリカードリーディング。今日は5月の7日から13日までのジェネラルリーディングをお届けします。はい、みなさん、こんにちは。畑春美です。いかがお過ごしですかえ今日は、あの、えー、おしざの満月ですね、US は。はい、あの、どんな満月をみなさんお過ごしでしょうかえっ、ー、と、 今日はちょっと朝はお友達から日本からお電話があって強い長話をしたりして、えー、とカードを引くのが時間かかってしまいました、えーとですね、早速入っていきたいんですけど、あのー、今回のカードもものすごく、あのー、今のエネルギーをすごく象徴しているエネルギーが流れていますで今回もですね前回に引き続きこのアースマジックですね、えー、今大志沢というのは地のエネルギー ですけれども今大きなグランドトラインがねアースサインでできてますので、えー、このアースマジックを使ってですねいつものようにオプチュニティカードでセークレッドラボそして、えー、クリスタルアライカードから最後に3枚引きます。はい、で、えー、と最初のカードなんですけど今回もあのリバース逆位置が出た時は逆位置で読んでみました。 で、まずですね、今の現状のところで、あの、面白いですね。DNA というカードが出てきましたね。で、まあ、逆位置なんですけど、こっちで見た方がいいです。で、カルマというカードですね。で、まあ、ここは、あの、よく、いろんな、あの、そういう、あの、カルチャーでね、この、サーペント。蛇がですね、こう巻きついてて、蛇が、その、象徴として使われていること多いんですけれども、まあ、その話を長くのら今日は申し上げませんけど、まあ、 このカード、皆さんどんな風なイメージで受け取られましたか ?DNA の螺旋構造,の構造なんていうのね、私も大学時代にあの科学で習いましたけれども。あの、そうですね。まず、カルマっていうと、皆さんはどのようにお考えでしょうかえっ、ー、と、多分ね、カルマっていう概念は、あの、生、まあ、日本、 東洋から西洋にねあの入ってきた概念ですから私たち日本人にとってはカルマまあ日本語で言うと合っていうんですかねあのカルマって確かサンスクリット語だって聞いてますけれども合が深いとか言いますよねであのそのあ,あまりにもよく使う言葉なのではっきりとじゃあカルマって何と言ったらあのきちっと えー、定義できる方少ないんじゃないかなと思うんですけど、あのー、私が何、あのー、て言うのかな、あのー、理解してるカルマということを今日はちょっとお話ししたいと思います。でですねあのカルマっていうのはよく言いますよね因縁因があって、えー、そして果がある因因があって結果がありますよね。だからあの因,縁因縁ってのもカルマ カルマの法則で因縁があると言いますよねでなんか自分がまいた種が自分とか戻ってくるとそういうことからですねカルマというとなんかですねなんか罰のような、まあ、イメージ持ってらっしゃる方も多いみたいなんですね特にあのこう西洋で行くとそういう風に捉え,捉えてる方が多いです「カルマだよ」とか言うとなんか悪いことのような感じになるんですけど要はやっぱりこうあの 自分がしたことがまた戻ってくるっていうだけの話で、ね、非常にシンプルな原理なんですね。原因があってそれがある条件が整った時にポッと結果が出てくるんですね。うん、で、カルマというのはですからその悪いカルマもの方がいろんな不幸が起こった時にそのカルマの業が深いからそうなんだみたいな感じで悪いことのように思われますけど 実は私たちが今すごく幸せな良いことが起こっているときも、それはいい原因をまいた、いい種が今実りとして来てるっていうふうに考えるんですよね。だから、カルマっていうのは決してその悪いこととかいいこととかっていうのは全くなくて、要するに淡々とそ,それが戻ってきてるだけなんですよね。で、じゃあその因縁を切っていくってよく言いますよね。あの、 それって結構難しいんですよね。なぜかっていうと、因縁っていうのは私たちは気づかないうちにそういうことをこう繰り返しているので、で、あのー、実際にこう生まれた手から、この生きてる間でやったことがそのままその時に返ってくることもありますけど、多くの場合は、その過去性。 何回も生まれ変わっている時に、昔そういった舞い立て根が今戻ってくるっていうことがよくあるんですね。そうすると自分では気づいてませんから、なんでこんなことがあるんだろうと。ね。いうふうに思ってしまう。それから、あのー、それだけじゃなくて、もう一つはその自分のその過去性のこともありますけど、あとは DNA っていうのはほら、親からこうに受け継がれていく体の,のことの遺伝のね、遺伝子の構造でしょ。だから、 こうフィジカルな遺伝子というのはもちろん受け継がれるんですけど、魂のレベルの DNA っていうのがまあ,ある意味カルマなんですよね。そういうエフィックスのコーディングみたいなものがこうカルマなんですよ。私が思うにね。だからその、その家ごととかご先祖様から受け継いできてる因縁っていうのもあるんですね。それは確かに私もあると思います。あのー うん、特にまあ、密教の修行をしているとそういうことがすごく、あの、はっきりと、あの、いろんな事例を通してね、あの、理解できるように私はなってきたんですけど。で、でもじゃあ、どうやったらその因縁切っていけるかっていう話なんですよね。で、あの、なんて言ったらいいかな。もう一つね、そのカルマの法則ですごく大切だなって私が、 あの勉強して,て思ったのは、ね、そしてあ,あそうなんだと思ったことはあの要するにこれは非常にシンプルな宇宙の原理ですからプリンシパルですからカルマは原因があって条件が揃って結果が出てきたらそのカルマ消えちゃうんですね。カルマは消えちゃうんですよ。だからあのどんな 辛いこととも楽しいことがあってもそれに執着するんじゃなくてああどうもありがとう嬉しかったねってこうそあの楽しいことがあった時はそれを喜びをみんなに分け与えていくと周りの人も幸せになってまたいい因縁をまいてるわけでしょそれをねいい結果が出、ね、てなんかすごくこう例えばあのお金に恵まれたりとかねあのもともととても裕福なおうちに生まれたりとかしてねそ,それもある意味そこの因縁がそういう縁があるからそうなんですけどね だけど、そ、それにあぐらをかいて、自分の立ちさえよければいいわっていうことで、あの、周りにそれをシェアしなかったら、そ、そのい、得、得ですよね。いい因縁っていうのは得なんですよ。お得は使い切ってしまいますよね。使い切っちゃったら今度はマイナスになって借金になりますから、借金がある意味で苦しみの、こう、いわゆるよく言うカルマっていうかね、あの、合になってくるんですよね。だから、あの、そのバランス、 だからすごくシンプルで、なんかいつもいいことをしていけば必ず将来はいいことが返ってくるんですよね。ただ、その、<laughs> 引き継いでくるカルマを知らないとそれに引き込まれて、その、いろんなことをしてしまうので、あの、そういう、そのカルマ、悪い方のその、うん、ネガティブな因縁も作りがちなんですよね。で、あの、なんて言ったらいいかな。 その悪いことが出てる結果が出てきてる時ほどああこれで一つ私の因縁が消えていくありがたいなーって言ってありがとうございますってこうあ祈っていきなさいっていうふうに私は教えていただいたんですけどでもそうは言ってもねあのー、なかなかその苦しみに出会ってる時っていうのはね私たちはついついそれを忘れてね あなんで私だけこんな目にあるんだとかね。あの、あの人がこんなこと言うからこうなったんだとかっていうふうにね。どうしても責めるような気持ちとか、自分を、自分が至らないからこうなっちゃうんだって自分を責める気持ちとかね。非常にネガティブな気持ちになってしまうんですね。で、まあそれは人間として当然あるんですけど、えー、前回のあの動画でも申し上げましたけど、やっぱり怒ってくることっていうのはありますけど、全部それはニュートラルで、それをどういうふうにこう、 どの波動で受け取るかっていうことなんですよね。で、うん、その、その時はなんでって感じであんまりアップセットしてですね、そネガティブな思いをしていくとですね、そのネガティブな思いで誰かを責めたり自分を責めたりするってことは、実は新しい因縁を作っちゃってるんですね。だから因縁が雪だるま式に、 悪い因縁がネガティブなものがますます広がってですね、ずっと消えないんですよ。そういったものが断言になっていっぱい溜まってるから、やっぱりで、リリースしてもリリースしても出てくることがありますけど、では,は、そこが分かってくると、あの、その出てきたときに、ああ、ありがたいな、これで一つ消えていくんだなと思って、えー、取っていきなさいというふうに、こう、そこで消えると思ってやっていったときに、まず、 少しずつでも、その、雪だるま式に広がるのがなくなってきますよね。で、ありがたいな。あ、これ一つ因縁が消えていくなって言って、全部それを自分で、その、あの、なんとかしようじゃなくて、もう、サレンダーしてですね、私の場合は、み仏様に、もう、お願いします。どうか、これ、手放しますから取ってくださいって祈っていく中で、えー、それを受け取ってくださるんですよね。で、ありがとうございます。で、 で、それに感謝しながら自分ができる、今目の前にあることを一生懸命する。それも、あの、自分が、周りの人のために何か利他業ですよね。もう、お釈迦様を申しあの、教えてくださったの。とにかく、自分をいかに人のために使っていくかっていう利,利他業そ、そして、自分も喜びでそれをする。うん。だから、そ、そういった、いつも喜びで生きていくと、もうポジティブな思いしかないですから、波動がそういう補段になってくるので、 あの今度は得の方が多くなるんですよねそうするとあのわ笑ってるとみんなおかしくなってなんかこの間どっかフェイスブックで誰かがあの、うん、あのビデオをね動画をアップしてたんですけどあのなんか電車であのアメリカ人なんですかねあの英語を喋ってる方でしたけどなんかゲラ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 男の人が笑いだしたんですよね。 そうするとその笑い方があまりにも豪快で周りの人も思わず笑い出してみんなが笑っちゃうっていうビデオだったんですけど本当にそういうそういう笑いってすごくこう伝染するんですよね。でだからこれっていい,いいことじゃないですかだからやっぱりこう笑い角には服来たるって本当でねそういうふうにこうあのー、すごくシンプルなカルマの法則を理解してればあのー、やっぱりこの得とその、あのー、ネガティブが ポジティブ化ですよね。これってやっぱりだから、恐怖で生きるか、愛で生きるか、だろうな、なんですよ。私も本当最近シンプルで、その二つですよね。ただ、愛で生きた方がいいですよね。だから、なんかこっ、いいこと起こった時は、ああ、嬉しいな、ありがとうございます。で、みんなに一緒にその、喜びをシェアしていく。辛いことが起こった時は、ああ、これで一つ消えていく、ありがとうございます。って言って、あんまり苦しかったら、あ、苦しいです、どうか受け取ってください。って言って、お願いしてみる。そうすると、 本当にアーケンジェルとか、あの、守護霊様、守護神様、仏様とかね、神様、ちゃんと受け取ってくださいますからあ、そういうことをしていくことが、あの、私はそのカルマと付き合っていく、あの、ことなんじゃないかなと思うんですね。うん、やっぱりこの、こう、因縁を切っていくってことが、やっぱり、とっても、あの、次の、次の自分のね、あの、 今ここでどういう行いをしてどういう波動で生きていくかっていう中でやっぱり魂が進化してくると次生まれ変わった時にの,あの自分のその人生を今決めてるんですよね。うん私は本当にそう思うんです。でねあのこのカードが来た時っていうのはねあのだからそのそういうそのカルマの法則っていうのに気づいたらね実は私たちはその 今まで無意識にそういろんなことに反応してきたことに、一歩置いてですね、あなんか苦しみとかチャレンジが来たときに、あこれは何か私のそのカルマの法則でそういったことがあったのが今戻ってきてるんだな。だったらこっから何を学ぶんだろう。ありがたいな。これで学べるんだなっていうね、気持ちでそうやっていくとですね、あの、 こう、選択ができてくるんですよね。今までみたいになんでこんなに私だけこんな目に遭うのとかね。またどうしてこうなのというふうにですね。こう、すごくネガティブに、こう、リアクトするのではなくて、あ、これを一つの学びで、ここから何か学んだら私は一歩上に行けるな。あと、これはありがたいな。昔の因縁がこれで消えていく姿なんだなと。ね。えっ、ー、と、確かゴイマサヒュ、五井正セ先生。 さんという方があの世界平和の祈りっいうのをやってらっしゃいましたけど彼の読んだ本の時にあの彼の本を読んだ時にねあのなんだっけ消えていく思いで世界平和の祈りをしなさいとおっしゃってるんですよで最初それどういう意味か分からなかったんですけどあのよくやってみると五位さんがおっしゃってるのは何て言うかなあの仏教なんかで言うマントラですよね樹をですねご不動様の がありますけど、そういうもっと簡単に世界人類が平和でありますようにって、ずっと言い続けなさいとそれは非常にいい波動だからね。そうすると全部、そしてねい、いろんな辛いことも嫌なこともね、全部世界人類が平和でありますようにって言いながら、全部天に流していって受け取ってもらいますそして、そうすることで因縁をみんな消えていってね、消えていったらもうなくなるからね。あとは、あの、シンプルでしょ自分が、あの、一生懸命、 ポジティブな行いをしていくことでいいねが築かれるよと非常にシンプルなあのお話だったんですねで。私はなんかその本を読んでですね、すごく納得がしてしまって、あのすごくわかりやすかったです。で私はとてもあのその考え方に賛成でね、あのそれがどんなあの皆さん、皆さんのご家庭であるその、何て言うんですか、宗教なら宗教とか考え方とか、信徒もそうですよね。あの あのなんか自分の持ってるビリーフの中ですごくシンプルなんか起こった時にそ,うそ,うそのように感じてありがたいなとしてあのリリースする,するとあのあの変わってくれるでしょ、うん、でそれを知らないとまたこんなことが起こってあいつが悪いんだ私が悪いんだっていう,こう悲しみの中に埋もれてしまう苦しい時は確かに苦しいけどそれをこう はっと切り替えてね、あの、ポジティブな方に流していける、いけるか、そのまんま苦しみと憎しみと、うーん、せめ、悩む、このネガティブな感情の中に溺れてしまうか。そうするとそれはもう雪だらましきにそのネガティブな感情がまたネガティブな因縁をで、もうなんかいくらやっても取れない、取れないっていうのが、また次の、あの、時代でも続くと恐ろしいじゃないですか。ね。で、あのー、 そういう意味でね、これはね、あのー、その、デスティニーとフェイトのね、チョイスだと思うんですね。で、デスティニーとフェイ,ト,フェイトというのは日本語で訳すと、フェイトが多分ね、宿命なんですよで。宿命っていうのは宿した命って書きますから、これはもう変えようがないことなんですね。例えば、私がこう、日本人として生まれたとかね。 女として生まれたとかなんかあの今60歳だったから昭和31年に生まれたんですけど1956年にねそ,その時に生まれたっていうことももうそれは生まれた時に生まれちゃったんだから変えようがないじゃないですかだけどデスティニーっていうのはあの運命だと思うんですで運命っていうのは命を運ぶって書きますからあのやっぱりそういう無意識にこう リアクトしてれば因縁に、因縁に流されていきますけど、そういう因縁の仕組みとか、カルマの法則っていうのを理解したときに、あ、じゃあ、こういうことから今、私は今何を学べっておっしゃってるんだろう、それから過去せずこういうことがきっとあったんだろうなとか、あとそれ、その、その、なんか出てくる一見不幸に見えること、大変なこと、 を見返ると、その世代世代でずっとおばあちゃんも、それからお母さんもこういうことがあったなと、ああ、じゃあそういう因縁があるのかもしれない。よくありますよね。例えば、あの、乳がんになったらまた乳がんがこう、そういう DNA が引き継がれてなってくるって体もそうですから、あの、そういう魂の傾向もそうなんですよね。だから、今自分がこう置かれている状況がどんな状況かわかりませんけど、あの、幸せな状況にいらっしゃる方というのは、やっぱり、あの、 その、お家のお得が高いんですよね。うん。だから、それはそれですごく喜ばれて、またその得をもっともっと、あの、高めていくようにしていけばいいけれども、もし、そ、それ、それを、その、先祖が作ってくださったお得のまんまで、ただただ自分たちさえ良ければいいっていう感じで使い切ってしまったら、次はもうないですよね。だから、あのー、今、このカードが来た時にね、 私たちはそろそろねそういう宿命と運命をどっちを取りたいのとね全て宿命と捉えてもうまた学校出してこうなんだっていうふなあのカルマがカルマを呼ぶような悪い因縁だけが呼ぶようないの,あの生き方をするのかリアクトする生き方をするのかああここから何が学べるのかなってあのその何て言うかな自分の中のね内側のハイヤーセルフとかそういう あの、ご先祖様まで見返ってね、えー、ここを、この因縁を切って、もっと幸せになっていこうというふうにするのか。で今自分が、この、できた事象をどうと捉えるか、どんな波動で現実を作ってるかってことが、今の私たちの現実も変えていくし、もっとすごいことは、それによって、徳を積んだことが、次の世代にそう引き継がれていくんですよね。で、 実はこれは私があのお寺でですね、教えていただいたお話なんですけど、あの、ある方がね、その今のようなその因縁のお話をね、あの、教えていただいてね。で、そうか、じゃあちょっと本当にそれが正しいかどうか、あの、調べてみようって思った方がいらっしゃるんですって。それで、あの、いろんなところに行って、なんかすごくこう、裕福なね、 恵まれたお家そしてよく裕福でお金があってもなんか人間関係が大変だったりとかっていうのもありますけど、なんかお子さんもすくすく育って本当に幸せなご家庭があったんで、聞いたそうなんでその方が。すいません、あの、お宅は何かご先祖様で、そういうなんか人のためにお役に立ったような方がいらっしゃるんですかと。っていうのは、そういう先祖がと積んだ徳でね、その子孫も幸せになっていくっていう話を聞いたんだね。 あのちょっと教え興味があるんですけど教えてくださいっていうふうに聞いたんだそうですそしたらあのそのおうちの方がはいそういらっしゃるんですって話なんですね。でそののううちというのはあの なんかね、昔、庄屋さん、お百姓さんだ中の庄屋さんだったらしいんですね。で、あの、ある時、その村がすごい飢饉になって、庄屋さんですから、蔵があってね、あの、年貢に納めるお米が全部しまったったんですよね。だけど、村人、村がすごい飢饉になって、すごい大変なことを、もうみんなが食べていけない、どんどん死んでいってしまうっていう状況になった時に、そのや、あの、昭屋さんであったそのご先祖様は、あのー、 奉行所って言うんですかね。よくわかりませんけど、役所にそういう届けずことなしに自分の判断で、その蔵にあったお米をみんなに分け与えて、あの村がもう飢餓で死んでしまうのを救ったんですね。でも、それはその政府っていうかね。お役人の立場からすると無断でそんなことをしたっていうことで、結局お咎めになって、そのご先祖様はもうあの？ どうなったんでしょうね。死罪になられたのかどうか知りませんけど、お家を通り過ごしかなんかになってですね、あの、もう、お家はなくなっちゃったんですね、その時はね。う詳しいことは知りませんけど。でも、えっ、ー、と、その後から、あの、その、その先祖がその積んだ徳がですね、あの、まあ、戦後になってからね、あの、もうそういう、うんと、なんていうんですか、えっ、ー、と、明治維新でありましたよね。ちょっと言葉忘れちゃったけど、もう、あの、みんながその、 庄屋とかそういうのがなくなってから、そのお家はやっぱり、あの、その、そこの庄屋様がみんなを助けてくださったということで、感謝の、あの、日が立ってるそうです、その村には。うん。あの、よく二宮尊徳の日があるみたいで、ね、そんな日が立ってるそうです。で、やっぱりそういうことをなさってる、あの、あの、子孫の方っていうのは、本当に幸せにくださてるみたいなので、やっぱりあの、 そういう話を聞くとあ、やっぱり今自分がね、あのー、生きていくときにね、その、先祖にね、その時その時おっしゃったのは、じゃあ今自分があんまり幸せじゃないのはね、先祖がきっとちゃんとしてくれなかったんだ、なんて先祖だって思ったら、これはもともとの感は積んじゃうから、そうじゃなくて、まあ、そういう苦しまれた方がいらっしゃるんだな、で、自分もその苦しみを理解してほしいという意味なんだな、じゃあここで自分が清めていこう。で、じゃあそのためにまずその、 仏教で言ったらおせがきとかおほもとか、それからやっぱりあのご先祖のに思いを運んで差し上げる大切なのでお墓参りをするとかっていうのはすごく大切なことなんだなっていうのを私はすごく学んだんですけどね。で、で、あのやっぱりあのい,かいかに自分がこうみんなのためにできるかっていうことを一つ一つやっていく中で、あのだ,んだ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 んその因縁が清まってね。で、あの、 私の代の次の子供の代、そして孫の代にですね、その今自分が積んだ徳がね、こう言ってね、子孫も幸せになって、また自分も生まれ変わった時に自分の来世も幸せになるんだったら、絶対そっちの方が私いいなと思ったんですよね。私はあの非常にそういう意味でプラクティカルな人間なので。で皆さんどう思われますかうん。で、あの、ずいぶん最初の一枚で、ね、すごい時間取っちゃいましたけど、実は今日はこれがすごい、 大きなことだなと思ったのでね、時間を取ってるんですけど、今こ、そういうね、そろそろね、今まで無意識にしていたことを、カルマという切り口でね、DNA ということで、いろんなことが起こってきたときに、意識的に、あこれは私にどういうことを、どういうカルマ、どういうふうな学びをしなさいって言ってるんだろうと、ね、いつも繰り返し起こっているようなことがあったら、それはもしかしたら自分の中の因縁かもしれないと。 じゃあその繰り返すパターンは何だろうっていうふうに見て自分でそのデスティニーカフェイとかっていうことを選択していけるときですよと。ただこれが今リバースできてるのでそろそろそういうときだけどそれがまだできにく気づいてない人もいるよという意味なんですね。で、あのもう一枚引いてみたんです。そしたらですね、引いてる最中にこれが降り,降りてきました。 ポンと出てきたので。で、まあ、こう、こうだなと思いましたけど、もう一枚弾いてみたら、あの、ウが出てきました。で、あの、緑っていうのは、あの、ボラナビリティって書いてありますけど、草原なんですよね。ほんと綺麗なお花が咲いてる草原でしょで、こういう草原にいる時って、すごくこう気持ちいいじゃないですか、自然で。でも人によっては、その、自然の、あんまりにも全部365度、あの、いてね、 自由になった時にね、このボラ,ラボ棒ってのは非常に弱い、か弱いって意味なんですね。で、なんかそう大自然の中にいて自分一人ぼっちでなんか怖いなって思う方もいるかもしれません。その方のその過去からの記憶があったりとか、やっぱりその自分の中の弱さがすごく弱っている時は、そう自然さえも怖く感じてしまうようぐらいになっちゃう方もいらっしゃると思うんですね。でも多くの方はこういう こう、草原の中で大自然にいると、ああ、いいなあって思うでしょでも、そうは言っても、大自然の中でポツンと一人いたときに、やっぱりなんかった時、だときなんか、そのときになんていうのかね、ヒグマが襲ってきたらどうしようとか、<laughs> なんかそんなことを考えてしまったら、あの、怖くなっちゃいますよね。でもやっぱり、あの、それって多分私たちは本当にこう宇宙を信頼して守られてるって言ったときにガイアは守ってくれると、そしてなんか、 なんかあの、気をつけなきゃいけないときは、ちゃんと本能でわかるっていうふうに思、そういう弱さを抱えながら、そういう委ねていくときに、なんかきちっとこう地球と繋がって、あの、生きていける。で、そういった弱さを、弱さってのは結局、なんて言うんだろう。自分がありのままでいていいんだよっていうことですかね。うん。で、そういったことを通してね、やっぱりあの宇宙と繋がっていくことが今大事だよ。 だから、そういうことをする中で、ああ、あの、こう、なんていうのかな、いろんなことが起こってくるときに、どうしても苦しくなって、あの、他にこう、動け,動けなくなるんですけど、今、この、魚座の、魚座な大牛座の新月でね、グランドトラインができてて、地球とつながって、そういう自分の中の通わさもちゃんと守られてるという中で、自分をすべて解放して、レストしていくときに、きっと、ああ、 もうちょっと余裕を持って生きていけるかなっていうようなことに気づいていけるよ。だからこれが今ちょっと自分はそういうことがまだできてないなという方はぜひですね、えー、5月、これからも今週1週間はですね、こう自然と触れ合っていくのがいいんじゃないかなと。で、これもそうですね、アイランドでソーティいうようなカードですね。だからやっぱりこう自分の意志でちょっと自分の時間をまとめる。ね、瞑想するとか内観をするとかそういったことで、この何か 辛いこととか起こった時にすぐ反応するのではなくて、リアクトするのではなくて、ああ、自分はどんな DNA を受け継いでるんだろうな。自分の中にあるカルマっていうのはどんなカルマがあるんだろうな。で、いいカルマと悪いカルマがあって、じゃあその悪いカルマっていうか、そのネガティブなものが出てきた時は、ああ、こういうネガティブな思いをした方がいる。自分の中にもそういう経験があったんだろうな。じゃあ今度は同じ繰り返すんじゃなくて、これはもうリリースして、えー、ありがとうございますと言ってですね。 祈っていく中で、今度自分ができることをしていくと、いい因縁が、徳が積まれていくので、そういった本当にシンプルなカルマの法則に気づいていくことがそろそろ大切だよというメッセージだと思います。はい。えー、ごめんなさいね。一番目でとても長い時間を取ってしまいました。はい。二番目がこれ、スピリチュアルレベルですけど、ケイブのサンクチュアリーのカードが出てるんですけど、まあ、サンクチュアリーってのは、あの、なんていうかね、聖なる場所ですよね。 神聖な場所ですよね。で、これ、ほら、ケイブっていうのは、ホラー穴ですけど、なんか、そのこ、まあ、まあ先住民みたいな方は、ラー穴で一生懸命絵描いてますけどね、ここから、こう、夜明けなのですかね、あの夕焼けなのかわかりませんけど。で、なんかね、このケイブが出てきてるっていう時は、やっぱり自分のそういう場所を持つことが大切。このソルティトードと似てると思うんですけど、あのソ,ソリティトーとね。あの、今、やっぱりちょっと自分の、あの、 自分と向き合う。やっぱりそうですよね。あの、今、非常に逆行してますよね。あの、5月はね。だから、こんなに逆行しているときは、自分と向き合うことがとても大事ですよっていうのは、私、申し上げてますけど、ずっと。あの、やっぱり、なんていうのかな。あの、これ自然と向き合って、自分が豊かになれる時間を持つ。 ってことが大事だと思うんですよ。この地のグランドトラインがあるから、やっぱりガイアとつながる。だから、このカードはが来てるときは、ああ、あの,、ね、あのそう自然とつながって、自分と向き合う時間が取れてるねってカードなんですけど、それが、こう、逆になっているときは、それがまだできてないってことですよね。ついついやっぱり、こう、コンピューターとか、え、何、えー、ですか、こう、ラインとかね、携帯とかでね、あの、 テレビとかね、そういった自然、時間があってもそういったことに疲れきっちゃうとなかなかね、あの、もう目の前にあるのでずっと時間を費やしてしまうことがあるけれども、今週は意識的に、あそういう連休を明けた後でちょっと忙しくなってくると思うんですけど、あの、思いちょっぱいちょっとですね、あの、そういったものからちょっと離れて自分と自然と向き合うような、 あの、時間、散歩するのでもいいと思います。そういったことを取ることが大事なんじゃないかなと思いますね。そうすることによって、こういうことが、はっきり分かってきますよね。で、まあ、逆位置だったので、もう一枚引いてみます。そしたら、また先週と同じですね。ロータスフラワーが出てきたんですね。ダウンフォールドメントですよね。だから、やっぱり、あの、この、ハスの花って、本当に、あの、泥の中からこう入ってきますよね。それで、 あのー、夜になるとまたクーって縮んでですね、木もこうやってこう水の中に沈むんですよね。だけどまた朝,朝日になるとこう上がってくるんですよね。だから多分ですね、あのー、やっぱりこれもそういう休憩する時間が必要ですよと。人生っていつでも何でもこういつも花咲いてきれいになってることばっかりじゃないと。ね。だから、こう、静かに休むときも必要と。で、今やっぱりこの、その、 6つの、ね、星がねあのごめんなさい8つあるあの逆行する星は8つあるんですけどそのうちの5つが逆行してると、うん、それも非常にパーソナルなね水星と火星が逆行してるというのは非常にあのあの珍しいんですねあの5つ逆行することたまにありますけど例えば冥王星天皇星あの海王星みたいなのを逆行するのは 一年に半分弱ぐらいね、逆行することが多い,多いのでね、こういう遅い星は。か土星とかも逆行すると長いですから。でも、火星とか金星とか水星とかね、そういう非常にプライベートな星が逆行するときというのは、やっぱり非常に私たちの日常にインパクトをきます。で今回、非常にこれ、それをポイントにしてね、データを出した方がいらっしゃるんですね、アストロロジャーで。で、その方の本を見て、ああ、面白いなと思ったので、 また今度エ n ーナビでご紹介できたらしてみようかなといつか思ってるんですけど、でもいずれにしてもその、この、これが出てきた時は、そういう、あの、今のその逆光のエネルギーですよね。やっぱりこう内側に向かって少し休んで、何でもかんでもあれをする、あの、いつ常に常にこう花が咲いて、 あの、お日様の周りを照ってるんじゃなくて、夜があるようにし、ちょっと休むということが大事ですよってことだと思うんですね。これと関わってきますよね。でも、なかなか連休の後でそれがしにくいでしょう。ね。ですから、やっぱり、そのことを意識してくると、どういうことが起こってくるかっていうと、ドーンのカードが出てきますね。ドーンっていうのは、あの、夜明けですよね。で、ニュービギニングって書いてありますけど、やっぱり、あの、 あ、そうだよな。ちょっといろいろあれもしなきゃ、これもしなきゃと思ったけど、少し呼吸をゆっくりしてね。で、あの、今日できることから一個ずつしていこう。一個ずつ、こう、花開き、花びら広げていけばいいやっていうふうに気持ちが切り替わってくると、余裕が生まれてくるので、あ、じゃあなんかこれが新しい夜明けになるなっていうような、あの、ことが感じられると思うんですよ。夜明けの時って、 私もこの間あのメキシコに暮れに行ってきたんですけど、すごい山のね、ホテルに泊まったんですね。あのメキシコで唯一ある、あの電車で行けるチワワ鉄道っていうのがあって。で本当にあの雪が降ってすごい寒かったんですけど。で、あの朝日を待ってるんですよね。そうすると、だんだん明けてくるんですけど、まだあの星が見えたりね、月も見えたりしてるんですけど、少しずつ明るくなって、 で、まあ、太陽がわーっと照ってきたときは、光が差してきたときは、もう月も星も見えなくなりますけど、そのドーンの頃っていうのは、そういう、いつから本当に明けたのか、朝になったのかわからない、中途半端な、もう、ほろぼろと明るいんだけど、夜でもない、朝でもないという、そういった時ですよね。で、そういったとそういった時間が象徴されているので、今こういう休みを取ることはそういうことなんですよね。で、そういった中で、でも必ず、 あの、夜明けが来るんだ、新しいなんかの始まりなんだって思った時に、こう,こういったことがとても大切だってことが分かってくるよというメッセージだったと私は思うんですね。うん。で、本当に今、あの、今月、来月とですね、特に今月、このグランドトライン、がっちのグランドトラインであるけれども、T スクエアがあって逆行してるということで、非常にスローなエネルギーですけど、ど逆行してるときはとにかく自分の内側に向かっていく。これも全部そうですよね。 そうすることによって、あ、自分は大丈夫というベースが作られてくる。そうすると、なんか新しいことをきちっとスタートしていける準備ができるだろうねというメッセージだと私は読みました。で、えー、フィジカルレベルですね。またミュージックが出てるんですね。で、あの、ミュージックっていうのはハーモニーのカードになってますけど、やっぱりあの、音がすごく大事なのと、 あの音楽ってやっぱり、あの、その、調和をしないと音楽って音にならないじゃないですか。だから、このカードが出てるときって、あの、やっぱり今、今週一週間、やっぱりすごくその、調和をしていくということを、あの、心がけ、かけるといいと思うんですね。あのー、えっとね、ちょっと待ってくださいね。ミュージックですよね。えー うん当ね、ちょっと見えし、お伝えしたいなと思ったところをメモっといたんですけど、ちょっと見えないですね。えー、っと、うん、そうそうそう,そう、あのー、そうだそうだ。だから、やっぱり、あのー、今このカードは逆位置で出てきてないので、やっぱり皆さんこの、うーん、連休とかで少しこう、リフレッシュなされている、いろんな意味でこう、自分の周りの世界で、こう、 少なくとも自分の中ででハーーモニーがききてきてるでもしねこのカードで、あのー、自分の中にそういう音楽が,が調和が取れた音楽が鳴っていてもね周りを見ると結構ざわざわしてて、あのー、和合ができてないようなハーモニーがないようなところに戻ることがありますよねこれからこ今度あの仕事場に帰ったりするとね。 あと、うちの中でもそうですよね。で、そういった時に、そっちにこう、焦点を当ててしまうと、その自分の中のせっかくのこのハーモニーが、あの、やっぱり今度はそれも、あの、影響を受けてしまいますよね。だけど、逆に言うと、自分の中のそのハーモニーを、の波動をね、外に出していくとね、やっぱりその波動っていうのは共鳴してね、周りに影響してくるんですね。だから、あの、多分、このカードが来た時は、今週私たちは、 自分の中にこういうハーモニーをまず見つけること。うん、もし自分の中でまだその、うん、ゆったりとした調和が取れてないような状況があったら、やっぱりこう、アイランドとか自然と自然に触れてみるところ大切ですよね。もし自分の中でそういうこういい波動、非常にこう調和の取れた波動が今、あの、リフレッシュしてお持ちになられている方は、 周りにですね、そういう波動を、こう、なんていうかな、あの、巡らせていくことがとても大切。そして、もし周りの中にそのディスコード、なんていうか、ふわっていうかね、あんまりこう、ハーモニーがないような状況のところにいたときは、ちょっとゆっくりですね、2、3回こう、深呼吸をして、で、そういう深呼吸の波動で、周りにこう、自分の愛をね、巡らせていくと、だんだんそれが向こうにも伝わってですね、 いくと思うんですねそういったことをしていくといいんじゃないかなと思いました、私はこれを見て。はい。で、最後のカードなんですけど、えー、アンセスターのカードが出てるんですよ。本当に面白いですね。で、結局、こことここ、すごくつながるでしょあの似たような絵ですよね、それにね。はい。で、アンセスターっていうのはご先祖様じゃないですか。で、ジェネレーションと世代ですよね。で、まあ、あの、 うーん非常に先住民族、あの、オーストラリアのアボリールンなんかもですね、そのご先祖のことすごい大切するんですね。で、私たち日本人はすごく先祖、昔からこう、信徒でもそうですけど、先祖を例えも大切にしますよね。だから、やっぱりこの、今月はその自分の中のそのカルマとか DNA に気づいてですね、先祖から浮かずいてきてるもの、いろんなご先祖がいらしたんだな、っていうことで、その先祖をしっかりと祈っていくこと、 そうするとね、やっぱりご先祖の方は私たちをすごくこう、いつも支えてくださってるんですよね。私は、あのー、本当にこの14、15年、あのー、仏教の、密教の修行をすごくするようになって、やっぱりおそご、お,そおごまたくおせがきがどんなに大切かっていうようなことも、本当に、あの、それを重ねてくることによって、あのー、本当に自分の生活もいろいろ変わってきたし、それからあのー、 やっぱり私の場合はですね、母方のおばあちゃんっていうのがですね、私が生まれる時はもう亡くなってたんですけど、なんかすごく身近に感じられるんですね。で、やっぱりおばあちゃんをいつもこう写真とかいただいたのがあって、え大、ー、切、いつもそのおばあちゃん、 おぶつさんのところに置いて <laughs>、おばあちゃんって話しかけてるんですけど、それからまあ両親ももう亡くなられ亡くなったのでね、父母にもいつも声をかけています。そうして、あの、どうかあの、うちの息子とか娘のこともね、あの、守ってね、とかね。で、あの、私がそうやってその父や母のこともいつもこう、思っていること、そして祈っていること、その、その、お経を読むときに今から読みます。この拙いお経がね、どうかその、なんていうんですかね、あの、 まあ私いつもですね、星読み連れずですがの視聴者の皆様の母体向上とかね、苦しみとかある方のが,のが少しでも元気になりますようにとそう、この私の拙い徳がですね、みんなに巡ってきますようにって、実はですねあの、それも一つ入れて、いつもお経を読,読ませていただいてるんですけど、そういう気持ちで生きてると、なんか本当にこう、あの私が大変な時に、ポンと誰かがね、とっても温かい言葉をくださったりね、 あの、助けていただいたりね、してるんですね。だから本当に、その見えないもののつながりみたいなもの、本当私たちは一人でつながってて、こう生きてて、死ん、死んでもその、ちゃんと魂があったら、そちらにいらっしゃるんだってことで、いつも話しかけていく中で、あの、本当に私は生かされてるな、導かれてるなっていうのをいつも感じるんですね。ですから、今週はなんかそういうことに、 思いを馳せていくことがとても大切なような、えー、カードが降りてきました。はい、えー。長くなりました。で、最後のその、オポチュニティのカードはですね、レシービングのカードが出ています。と綺麗なカードですね。で、これはあの、前にも一回出てきたことあると思うんですね。どなたかのあの、リーディングだったかもしれませんけど、で、これあの、受け取りなさいってカードですね。あの、宇宙はですね、 たくさんの私たちにそのサポートとかね、メッセージもくださってるんですけど、私たちがあんまりにも忙しくなって、こう、目の前のそのことに追われてしまうと、それこそこの、辛いこととか、やっぱりカルマってね、どんな因縁も出てきたら消えるんですけど、消えるために出てきちゃうんですよ。ね。だから出てきたとき、やっぱ苦しいんですね。だけど、そこを、あの、その時に、その、どうと、その苦しみの中に、ま、紛れてしまうと、でも、 これは、ね、苦しいですよ、私も本当に苦しかったこといっぱいあるから、あのこの失業だけじゃなくて、もう本当にねあの、祈っても祈っても苦しくて、あのーその、それこそおばあちゃんの写真を、ね、胸に抱いて、ね、大泣きしたことありますねあ。もう自分じゃどうにもできなくて祈ることしかないから、助けてって泣いたこともあります。だから、多分そんなようなこと、人生にはね、皆さんそれぞれいろんな辛いことがあってね、起こると思うんですけど、 でも、そういう、そういうふうにお願いをするとねそ、ちゃんとね、あの、いろんな愛を送ってくださるんですね。で、私たちがあまりにもその悲しみの中に呪ってしまうと、それも気づけなくなっちゃうことがあるので、あの、たくさん宇宙からサポートが入ってますよ。いろんなメッセージ来てます愛が来てるからさ、受け取りなさいっていうメッセージですね。で、私たちが受け取ることで、宇宙も喜んでるうん。うん、やっぱり、 この受け取ることの大切さってすごく思いますね。私たちは本当に受け取り下手だなと思います。なんかそうですね。あの密教の修行をするようになって、一番こう、あのー、学べたなと思うのはこう受け取れるようになったことかな。ありがたいなと思って受け取ってます。そして受け取って本当に、あの、しっかりそれをね、受け取った愛をね、自分で 飲んでね。そしてまたその愛を巡らしていくときっと、あの、あの、本当に幸せが周りに巡っていくんじゃないかなと思います。はい。で、ちょっと、後ろのね、カードですけど、後ろのカードはね、フォーレストでブリ、ブレスのカードですね。あのまた呼吸、1000回も出てきましたね。なんか、やっぱり、今週も引き続きですね、自然と触れ合いなさいというカードがいっぱい出てきてますね。やっぱり、あの、本当に今この地のグランドトライン をうままく利用されるとといいと思い思すで特にね、ちょっとこの間の,あの動画で言い忘れたんですけど、あまりにも言うことがあって長くなってしまって、すいませんね、最後まで1時間になる動画だから、途中できっと寝ちゃってる方が多いだろうと思うんですけどね、あのーまあ、あの寝ちゃったらまた後で聞き返して、ぜひですね、あのお伝えしたいメッセージをお伝えしてるんですけど、エネルギーをね。あのー、実は今日は、金星があの入ってるんですけど、 あの金星の位置と今の土星かな火星かな火星の位置がインコンジャクトになってるのかな、うん、で太陽とあの月の位置から火星がインコンジャクトになってかちょっと覚えてませんけど、ちょっと金星と火星がですね、あのまあ、21日の伊手座の新月ででもですね、あの今度は金星があの満月か、太陽と一緒になって月が火星と一緒になるんですね。で、オポジションになる。で今あの ちょっと調整の入るね、インコンジャンプとなる、あの、エネルギーなので、あの、ちょっとその、リレーションシップ、愛情関係とかそういったところで、なんかちょっとしっくり来ないようなエネルギーが今流れてますから、そういうエネルギーがある方は、ちょっと調整が必要ですね。そういった意味でも、こう、少しね、こう、不自然に触れていく中で、あの、ハーモニーをとって、休むときはとても、休みをしっかり大切に取りなさいというようなことで、 あの受け取ってくるとああそうかなっていう新しい気づきみたいなのが得られるときかなと思っていますでこちら側のねデッキもねあのほらリリース・ングアレ,アレージェンシーって書いてありますからやっぱりこれもねなんかあのそういう,こうしし心配になっているようなことは全部リリースしなさいってことですねはいそれではですねえー、っと3択選びましょうねはいそれではあの皆さん A と B と C をですね、玉の中であの思い浮かべてください。今日はどの,あのメッセージこうでしょうか。今日はこちらですね、あのー、アーケンジュール・ウリエーをお呼びしてで、これはですね、アーケンジューラファエルに来ていただいたので、えー、そうですね。アーケンジューマイクルをお呼びしましょうかね。因縁を切っていただく、剣、ね、で切っていただけますから、じゃあアーケンジューマイクルをお呼びしますね。アーケンジューマイクル。 それでは、えー、引きます。A のカードを引かせていただきます。はい、A のカードです。はい、A ですね。はい、じゃあ次いきます。B のカードです。はい。で、最後が C のカードになります。はい、C のカードです。 はい、それでは引きますよ。私は今日はですね、A でしたね。はい、では A のカードからいきます。あ、ハイヤーセルフが出てきました。セレナイトですね、はい、ハイヤーセルフ、ね、サイヤーセルフと、ファイヤーセルフの声を聞いていく中で、ね、カルマが切っていけますよというメッセージ、置いてましたね。はい、えー、B のカード。 イニシシエーションですねフェナサイトこれ初めてのカードですねこのフェナサイトって非常にパワフルなカ,カーの石なんですけどね、これストームエネルギーですから、イニシエーションというのはご伝授ですあ。なんか新しいこと始めることですよね。すごいですね、このカード引かれた方は。なんか、うん、今週は、なんか特別な、なんかとっても大切なことがあるかもしれませんね。はい、C のカードは、あ これも初めてのカードかなカルサイトですね。スポンタニティですね。自発的に自分からやっていく。これ、火のエネルギーで。私、カルサイト、<laughs> みんな好きなんですけど、カルサイト大好きで。これはね、とても素敵なカルサイトを私、メキシコで買ってきたので、後でお目にかけますね。あのー、はい。で、これは、えー、セレナイトは、これは、風のエネルギーかな。はい。えー、風から水かちょっと、後で見てみましょう。 えー、そういういことでですね、えー、今週はああの連休のあとで今日の大志の座の新月でしっかりとですね、えー、願い事をなさってくださいね。あの特に自分、大志座は自分のこう何ていうんですかねあのセルフエスティーム自分は大丈夫という自分の価値観とかをね作っていく基本になるところなのでやっぱりあのしっかりグラウンディングして自分はどういう 価値観を持ってどういうことを具現化したいと思っているのかということをですね、しっかりとアファメーションされるといいと思います。はい。それでは素敵な一週間をお過ごしください。ご清聴どうもありがとうございました。